マーチ721は、マーチエンジニアリングが1972年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。721は、マーチ711の後継であり、堅調な1971年シーズンを引き継いで、マーチをトップコンストラクターに飛躍させる期待を受けた。721には3つのバージョンがあり、通常の721。 721X、721G の3種類が開発された。基本バージョンの721には設備時がつかず、フランク・ウィリアムズやギュンター・ヘンレリッシュといったクライアント用に製作された。721X 一方 721X はファクトリーチーム向けに設計された。モノコックはシンプルな721用であったが、リアサスペンションのスプリングは レバーとスプリングで操作が可能であった。デザイナーのフランク・コステンは車両重量の大部分を車両中央に集中させることによりより低い完成モーメントを作り出すことを考えた。この設計は理論的には理解できたが、シャシーとグッドイヤーのタイヤはうまく調和できなかった。フロントタイヤは常に過負荷となり、アンダーステアとオーバーステアが生じた。エンジンは コスワース DFV を搭載し、トランスミッションはアルファロメオ製であった。721X の操縦性は最悪で、一般的には失敗作とみなされた。72年シーズンのファクトリードライバーであった、ニキラウダは 721X を完全な失敗、死産、災害と呼んだ。721X が失敗作であることが予測され、 マーチは1972年シーズンが無駄になるのを回避するため代わりのモデルである 721G をわずか9日間で組み上げた。721G-2 は F2 マシンのマーチ722を回収し、F1 の規格に適合させたものであった。サスペンションとブレーキはカスタマーバージョンの721から流用し、エンジンはコスワース DFV が搭載された。 721G は1年以内に3台が制作された。ロニー・ピーターソンは 721G でドイツ GP の3位表彰台に上った。ニキラウラは初のフル参戦だったがポイントを獲得することはできなかった。ありがとうございます。